はい、こんにちはパーカッションの高見です。今回タイトル通りなんですけれども、僕のスティックバックを中身全部見せますということですね。あの、一時いろんな YouTuber さんがよくやってた、カバンの中身見せます的なノリでスティックバックの中身を紹介したいと思います。というのも僕結構ですね、人のスティックバックを見るのが好きで、あの、共演させていただくドラムの方のスティックバックとか、あとは先輩のパーカッショニストの方のですね、こう手伝いに行った時とか、スティックバック見せてくださいって言って、 中身を見せてもらって、結構自分と違ったりして面白いんですよね。なんかこう良さそうなものがあったら自分も使ってみるみたいな感じですね。えー、やってますので、まあ僕と同じように、もし興味がありましたら見てみてください。はい、では早速今僕が使っているスティックバッグから紹介していきたいと思います。え、これはですね、ビッグファーストさんの SBAG2 というバッグで、まあ見た目がとにかくかっこいいので、めちゃくちゃ気に入っております。でですね、僕パーカッションなんで結構いろんな 物を叩く。いろんなものを使うので、このちょっと大きめな、えー、サイズがちょうどいいと。で、このポケットもすごいいっぱいついてて、この肩掛けがですね、2つあってリュックみたいに背負えるというところも、えー、非常にいいです。はい、背負うとこんな感じなんですけれども、こう楽器をですね、搬入搬出するときとか、こうパッと背負って両手が開くというのが非常に実用的です。 あと特にいいのがこの外ポケットのサイズ感でですね、これがめちゃくちゃでかくていろんなものが入るんですね。まあ、例えば譜面のノートとか、まあ、A4 の譜面ファイルとかもですね、まあ、余裕で入りますし、なんと言ってもですね、タブレットですね。あの、これ多分一番大きいサイズの iPad なんですけれども、まあ、これもすっぽり入ってしまうと。 これマジでいいです。僕の場合はですけれどもですね、もうこれだけで、あの、他にカバンを持ち歩いていません。はい、ではいよいよバッグの中身を見ていきたいと思います。まずこの、外のポケットにもいろいろ物を入れているので、ここから見ていきましょう。さあ、何が入っているのか。はい、こんな感じですね。楽器をチューニングするための道具です。ドラムのチューニングキーだったり、あとドライバー、 六角だったり、こっちはですね、コーンがボンゴをチューニングするためのレンチです。で、同じのがなんでこんなにいっぱいあるかというと、よくなくすからですね。予備として入れておいてます。はい、後ろのポケットにも結構物をたくさん入れております。何が出るかなはい、後ろポケットはこんな感じですね。はい、この防振粘着マットシールは、えー、家具を支えるためではなくてですね、ミュートですね。 ミュートシールとして使っています。で、これ100均で売ってるものなので、まあこういうふうにですね、たくさん買っておいて、まあ最悪使い捨ててもいいような感じで使っています。これは最近手に入れたフットシェイカーですね。足につけるシェイカーです。LP のエッグシェイカー2つと、で、これはタイクーンのミニマラカスですね。まあ限りなくシェイカーみたいな感じなんですけども。 えー、こういうちっこいのはですね、自分で振るというよりかは、まあ、ライブの時とかに、にあの、ボーカルの方とか、あとは他の管楽器の方とかがですね、なんか休みの時に、なんか手持ち無沙汰でなんか振りたいっていう、えー、いうような場合があるんで、その時に貸し出すような感じです。はい、ではいよいよ中のスティック類を見ていきたいと思います。オープンドドンはい、こんな感じでございます。結構、 他の人より色々入ってるんじゃないでしょうか。はい。というわけで全部出してみました。えー、こうしてみると結構入ってますね。これが今の僕のスタメンっていう感じです。で僕基本的にあのスティックを折ったことがないので、全部ワンペアずつ入れてあります。え、一個ずつザザッと紹介していきますと。はい。メインのスティックはこちら、タマさんの M ジャズというスティックを使っています。 えー、スネアとかシンバル、ドラムセットは全部これで叩いています。メープルのスティックですね。で、サブのスティックはこちら。ビッグファスさんの村上ポンタ修一さんモデルのスティックです。これもメープルスティックですね。さっきの M ジャズがちょっと細めのスティックなので、こっちは逆に太めのスティックです。で、これでドラムのですね、クロスリム、えー、クローズリムショットなんかをですね、打つとすごくいい音がします。ただ、この先端がですね、もともと結構大きかったんですけども、ヤスリで削って、 ティアドロップっぽくしています。はい。この茶色いのはプレイウッドさんのクラシック 20GS っていうですね、非常に硬いゴールデンシュタンっていう材質のスティックです、えー。これは僕はですね、あの、カウベルとかアゴゴ、金物系をですね、爆音でカン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 と鳴らしたい時なんかに使っています。まあこれクラシックって書いてある通りですね、あの、オーケストラなんかで使うものなんで、本来の使い方ではないんですけども。これで、 金物叩くとですね、非常に抜けるので、えー、愛用しています。はい、このさ箸みたいなのはですね、ティンバレス用のスティックですね。ティンバレス用のスティックっていうのは、この先端がチップになってなくて、普通の棒状になっています。でこれはベータの8分の3メープルっていう細いやつと、ちょっと太めの1 2分の1メープルというスティックです。 はい。一番よく使うロッドがこれですね。ビッグファーストさんのルート505というロッド。あの前にドラムセットを小音量で叩く方法っていう動画で紹介したロッドになりまして、非常にですね、ソフトに音量が落とせると。アコースティックとかアンプラグド、あと練習の時なんかにですね、非常によく使っています。はい。こちらシュラグベルクさんの木のロッドになります。 このルート505でですね、大体こと足りるので、これあんまり使用機会がないんですけども、まあ、ルート505でちょっとだけ音量物足りないな、けどスティックだとやかましいなという時に使っています。はい、この赤いのはプロマークさんのクールロッズというロッドですね。これはもう完全に見た目重視で、あの、大きいライブ会場とかでですね、こう、赤いと目立つので、これでタンバリンなんかを叩いたりしてます。で、ロッド系はですね、ご覧の通り僕は全部、 あの、ビニールテープでぐるぐる巻きにだいたい巻いちゃいます。はい。ワイヤーブラシはビッグフォースさんの紫色のやつです。このワイヤーの数がちょっと多いやつですね。ただこれ持ってるんですけども、ほ、とんど使わないです。えー、っと、なぜかというと、このワイヤーで断面を擦るとですね、断面が汚れるからです。で、代わりにこのナイロン製のブラシをよく使っています。これはリーガルチップスさんのファットキャットというブラシで、このように。 片方はテープで絞って片方は開くようにしています。これでですね、たいあのドラムセットもあのパーカッションをですね、ブラシで演奏するときもいけるので、ほとんどこれを使っています。はい、この青いのはフリックスアンのナイロンブラシですね。これはちょっと硬めの材質になっています。で、ブラシで演奏してて、シンバルをよく刻みたいときなんか、あのブラシだとですね、あんまり 打点が出ない弱い感じになっちゃうので、まあそういう時はこのフリックスさんのやつを、こう片手でですね。こういうふうに2本合体させて持って、バシバシと叩いて刻んだりしています。はい、マレットはビッグファスさんの SD12 というのを使っています。このマレット部分とスティックが一体型になったやつですね。あのシンバルロールのやり方、解説動画で使ってたやつです。これは非常にいい感じですね。おすすめです。 このマレット部分がちょっと硬めで、シンバルロールなんかやると非常に抜けがいいです。はい、この赤いマレットはプレイウッドさんの301というマレットです。ちょっと柔らかめの材質になってまして、普通はマリンバとかを叩くマレットですね。さっきのビッグファースのマレットの方をよく使うので、こっちはあんまり出番がありません。い、えー、て言うとですね、ウッドブロックとか木魚をポクポクポクとですね、優しく叩きたいときに使っています。 はい、こちらは僕が最近始めたグロッケ用のマレットになります。えー、金属。多分、真鍮製のものとプラスチック製のものですね。この金属の方はもともと LP のベルツリーについてたもので、この黒いのは、えー、ヤマハのグロッケに付属していたものです。はい、こちらはビーターですね。トライアングルとか、えー、金属系金物を叩くときなんかに使うものです。でいろんな太さのものを一応持ってはいるんですけどもですね、いつも使うのって大体 限られてきちゃいますね。この青い、えー、ブラックスワンプのやつと、この赤いツリーワークスのやつ。であと一番細い、やつなんかですね。はい、これがラストです。えー、ここ数年使った記憶が全くないんですけれども、なぜかバードコールが入ってました。あの、鳥の声をですね、チュンチュンさせるやつですね。 あれあれならない。あ、こっちか。あ、こっちだ。はい。こんな感じです。はい。というわけで、今回はスティックバックの中身紹介でしたえ。もし気になるものがあればですね、ぜひ使ってみてください。はい。こんな感じで、このチャンネルはパーカッション情報やレッスンなどを配信してますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。